それでは松本のスタメン予想フォーメーションでご覧いただきます。キーパーはビクトリー、3バック右から大野、橋内、野々村、パウリーニョと佐藤のダブルボランチ、右ウイングバック中山、左下川、トップ下菊井、そして2トップが小松、ルカオと予想しました。それではアウェー鳥取の予想フォーメーションです。キーパーは田尻、4バック右から魚里、増谷、鈴木、ムン、セッセット新井のダブルボランチ、右サイドハーフに石川、左に田村、そして沢上と今日は田口のツートップです。松本いい形を作りかけたんですが、ボランチの新井のいい対応でした。さあ小松前を塞がれているが、さあここから下川ふわりと浮かして、ヘッド決まった、決めました。先制松本、11分、非常に先制点が重要になると七海監督が話していましたが、その先制点もぎ取ったのは松本です。今のシーンです。下川のこのクロス、非常に低い難しい球だったんですが、ここに見事小松が合わせていきました。前で田村が呼んでいましたが、そこは使わず、また鈴木に戻します。今度はここを変えて、牛川がここから狙っていく、さらにあわやというところでした。ここは小松へのロングボールでしたが、増谷怪我で3ヶ月半ほど離脱していましたが、前々節戻ってきました。さあ裏へ沢上というところですが、さあ左サイド上がってきたムン、グラウンダーできましたが、ここはクリア。さあそして新井、田村の右足、これはビクトルが抑えています。この辺りはタイトルに行きます。松本の守備、さあそしてカウンター持っていけるか、低いが首を振る。さあ右にはルカオ、そして小松も追い越していった。さあルカを使う、ルカオのシュート、クロスバーの上でした。石川、あそこに小松が行く、小松の守備、さあそして低い前を向く、裏へルカを走らせるスピードがありますが、ここまでキーパー出てきて、おっとルカオが抜けた、ここは決定機、流し込んだ、出てきていたところ、そこを追い越してルカオが流し込んでいきました。2点目松本、29分、今のシーンです。首がループで裏へボールを送っていきました。そしてルカオがキーパータジと入れ替わってゴールの中に流し込んでいきました。田口はニアサイド、いや中央寄りにいるでしょうか。ゴールエリアの中に入っていきました。巻いてくるボール、中央、あっと決まった、しかしこれはどうか、誰が触ったのかというところですが、最後触っていたようです。そうです、これルカオのオウンゴール、そしてその近くに野々村もいます。小松はよりゴールに近い、中央ヘディング、おっと押し込めるか、さあルカオ、さらに中山ブロックします、まだある中山、中山左足セクションがあって、もう一本コーナーキックです。今のシーンです。橋内のボール、キーパーの田尻に当たって、ここまで来たところ中山、そしてもう一本切り返して中山、松本、ルカ、さあまたぎを入れて中へ切り込んでいく、小松右足、キックイン、
さらにルカオ、ルカオが中に入ってきます。またぎを入れながら、これ3人に囲まれますが、つないで中山のシュート、左足でいきました。相手に当たりながら右サイド石田です。さあ中には3人4人が入ってきた。さあ石川、石川ボックス入、右足を振っていきましたが、さあまだある、田村、石田のクロスから、失礼、石田のパスから石川がボックス内に侵入。ここで笛が鳴りました。試合終了です。2対1、松本が勝利しました。松本はこれで5連勝、今シーズンの最大連勝数を更新して、いわき、鹿児島にプレッシャーを与えます。